Every time that my mind slips, I just see my past life. Having dreams in a dream, I wonder why I carried on with the things that made you lose your mind. There's no way I can undo what I've done. Can we be strangers again? Start fresh like a morning. What's so bad about that? So why won't you follow? Why won't you follow me home? I know I can't make you mine. Yes, I ran out of time. There's no hope for me. I fell down the bottom, so I fell down way deep. But if I can't have the real you, then let me make a story. この道の駅に着いたの夜中だったから、全然どういう場所か分かってなかった。今朝は道の駅霧島で起きました。神話の里公園って書いてある公園の中にある道の駅なんだね。お、ソフトクリーム販売って書いてあります。ニーヤンがめっちゃ喜びそう。ラオもハネムーンロード。お、日本最初の新婚旅行だって。坂本龍馬その妻お龍が新婚旅行で歩いた道。へー、すごい。鹿児島もこうなって、今日ここ霧島神宮今日行こうと思ってるとこ、ここ昨日ここまでいた佐田岬30間かけてね、ここまで帰ったんだけど、どうせなら霧島まで頑張るよってニーヤンが言うから、ここからさらに1時間半ぐらいかけてこの道の駅霧島までやってきました。なのでね、昨日の夜10時ぐらいかな、11時くらいにここに着いたんだよね。だから全然昨日の夜はどんな場所か分からず、車中泊させてもらったのね。でもね、深夜だったからかな、マジで星が綺麗だった、なんで星が綺麗かっていうと、多分これは欠点になっちゃうんだけど、結構この道の駅ね、夜真っ暗なんだよね。明かりとかが全然灯らないの。だからめっちゃ星が綺麗に見えるっていう。女の子とかは道の駅選ぶと気をつけた方がいいかもしれない。昨日の夜ちょっと暗いなって思っちゃった私は。どこの温泉か書いてほしかったな。これめっちゃいい。入りた。道の駅霧島はね、トイレね、和式しかないです。多目的トイレなら洋式があります。綺麗かって言われたら今も掃除してくれてるからめっちゃ綺麗なんだけど、新しいかって言われたらそうじゃないって感じ。お、気になる看板発見何これ、えって何これ、珍百景って書いてあるんだけど、霧島近郊湾国立公園、何これ珍百景に出たってことかな。レストランホット霧島館、レストランがあります。おー、こういう景色か、気持ちいい。結構山の上の方にあるんだね、ここ。昨日ね、夜ね、11時前ぐらいになったんだけどね、私ね、眠くてしゃあなくてね、寝ちゃったんだよね、助手席で。だから全然知らなかったけど、めっちゃ山の上にあるんだここ。戻ろう道の駅に。あ、危ない。今朝の鹿児島もポカポカ、もう春の陽気ですよ。我々も今年の冬はどこに行ったのでしょうか。グッドモーニング、朝のお知らせです。朝です。起きろ起きろ、朝が来た。起きないとここにいたずらしちゃうぞ。
The light that we see closing in so fast ahead. It's hope, it's getting clearer. The more I think of all the tough times. おはよう。起きたの？どうですか？今朝の気分は。うん、ここ景色いいね。うん、景色いいよ。お散歩行ってくれば？行ってくるかな。うん。ご飯すぐできるから早く帰ってきてね。何が入ってんのこれ。ベーコンレタス卵 BLT 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 いただきます。いただきます。激うま。うまい。今日行きたいところは決まってるけど、どういう道筋で行くかまだ決めてなくない？決めといてね。このビールってマジうまいんだけど。嘘。マジでうまい。これ明日も作ってほしい。明日も。なんか味薄いなと思ったら、マミ自分の方にソース入れ忘れたかもしれん。毎朝8時前に起きられたら習慣ノートに丸なんだけど、もう今日8時中だった。まあ、丸つけちゃった。上下15分ぐらいは誤差でしょ。ずる。俺8時50分だから、ギリギリ8時台だから8時にまで。ダメです。1.9 キロ、うん、はい、お願いします。8分で着くじゃん、うん。一瞬で着きました。霧島神宮。そう思った。この日本発祥の地霧島って何が日本発祥の地なの？日本の最初。え、ここを中心に日本ができた。うちも思った。何の日本発祥なんだろう。分かんない。天狗かな。久しぶりだね、神宮に来る。神宮ってやっぱすごいんだよね。うん、伊勢神宮とか。なんか確か名古屋で熱田神宮も行った、ね。あ、熱田神宮すごかったよね。でかー。すげえ。すごい。おー、かっこいい。なんかそんなあった気する。うん。御朱印は？御朱印忘れちゃった。どうする？紙に書いてもらう？紙に書いてもらうとよくね。効力がそっちの方がありそうな気する。ちょっと御朱印取り行ってくるから待ってて。 OK？ 欲しい。御朱印、御朱印、あ、あ、そう、ここ持ってきた。忘れてた。ここにね、我が家の御朱印をしまってあるんですよ。ちょっと汚いけど、御朱印ゲットしました。来た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 。そんなに御朱印欲しいの？あいつは本当に。そんなに？
お疲れ。持ってきた。ありがとう。これで書いてもらえるね。うん。やったぜ。疲れた。似合ってるこの服。おい、それ俺の服じゃねえかよ。でも似合ってるでしょ。いや似合ってるけどさ、俺のだから。あの勝手に着ないでもらっていい？これ似合うの？で俺のだって。あ、もう似合いすぎて自分のだと勘違いしてた。黙れ。買った時から狙ってたんだ、ずっと。ふざけんなって。だね、すごい綺麗。そんな機嫌悪そうな顔してピアスのキャッチを落とした。うわぁ、ちょ切れてる、めっちゃ切れてる。ついてる、ついてないわ。この服着たからかな。おい、ふざけんなよお前。これだな、今手に吸い付いたこいつ。こいつ、うん、今年初めてのおみくじだよ。あ、ほんとだ。そうかもね。うん、うわ、小吉。うわ、吉。うわ、二人とも微妙やん。願い事焦るな。人に任せれば吉って書いてある。おい、ニヤに任せんなよ。任せて生きていこう。うせものはうせもの。ものの間にあり。お、キャッチ。ピアスのキャッチ、ものの間にあるのか。俺のところにもものの間にありって書いてある。学問、自己の甘さを捨て勉学せよ。見てる、もしかしてもしかして見てんだ、神様。めっちゃ嬉しそう、めっちゃ嬉しそう。やられた。天山降臨の地って書いてありますね。やった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 。これで4つ目だ。やったぜ。めっちゃ嬉しそう。蒸気やまんじゅう？まんじゅう屋さんだね。まんじゅう屋？まんじゅう屋だ。なるほど。いい匂いするね。カルカン。カルカン。カルカンと。ありがとうございました。スタ丼。いいじゃん。カルカンとパスタ丼。すげえ。ダブルで買ってきました。あとこれはね、焼きたてだったから焼きドーナツ。めっちゃいい匂いしたよね。うん、油で揚げないドーナツだって。そう。カルカン。いただきます。普通のまんじゅうみたい。うん、おいしい。カスタードまんじゅうや。うん、あんこ。関東人はもうみんな萩の月思い出す、思い出すやつ。言うな。これめっちゃうまいんだよね。うん、ほんとだ。静岡県民は多分コッコを思い出す。コッコね。他のお土産で立てんのやめよう。やめようやめよう、うん、でもふわふわ、うん、しっとりふわふわ。カスタードの方がマミは好きかな。マミの大好物。 ありがとう。いや、うちは油で5回ぐらい揚げてるドーナツが好きだから。うちは油で揚げないわ。あんまちょっと怪しい、うん、油で揚げないわ。ちょっと怪しい。うん、おいしい。マジ。うん、やばい。焼きたてのこのドーナツめっちゃ美味しいぞ。うん、うまいよね。懐かしい。うん、本当絵本とかに出てくるドーナツの味。絵本に出てくるドーナツ食べたことねえだろ。多分これグリとグラが作ったと思う。
匂いする。硫黄の匂いするよね。若干温泉の匂いする。やばい、めっちゃ嬉しい。温泉郷大好きだよね。めっちゃいいのよ、結局。温泉街が一番好きなのよ、結局。そう。めっちゃ匂いする。大分思い出す。ね。温泉蒸気蒸し販売所。ここの温泉の蒸気で茹でたやつ買えるんだ。ね、あ、いいな、スイートコーンとか食べたいな。美味しそう。とんかつ屋さんとか、トントン亭、カレー、カレー、普通にカレーとかね。普通にうまそうやけど。ラーメンとかね。おそば屋さんだ。うわ、これうまそうだな。美味しそうだね。カラオケがついてるのがなんか時代を感じさせる。激渋です。しゃぶしゃぶ亭って書いてあるな。やっぱり黒豚なんだね。黒豚をしてるね。うん、いや黒豚はでも行ってみたいお店がねいっぱい来てるから。そう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 、ちょっとここで食べるわけにはいかないんだよな。あ、いい感じいい感じ。めっちゃいい雰囲気。超いい感じ。味噌がゆ、味噌がゆ。でもサウナもついてんだ。390円、安い。半端じゃないな。で、時代を感じさせる。いいね。いいわ。昔の休憩宿泊自炊。前田はいいじゃん。こういう温泉とかこれもあったかいんじゃない？多分。この川の水どうなんだろう。すごい。あの煙のとこから流れてきてるよね。そうね、なんかそんな感じするね。うん、階段が、本当だ。階段が緑に変色しちゃってるよ。絶対温泉の水なんだよ。そうだ、成分が付着してんだね。うん、すごい。すごいね。すごい。渋い温泉街だ。渋い。すごい雰囲気いいよ。すごい匂い。何にする？どうしよう。どうしよう。あ、すごい見て、2分これ、ちまき。あ、これ美味しそう。揚げ餅。美味しそうだね。とスイートコーンと温泉卵1つずつください。はい、ちょうどです。ありがとうございます。ありがとうございます。足湯がある。すごい硫黄の匂いだね。すごいね。うわぁ、熱い。あったかい、気持ちいい。何気に初めて食べるこれ、蒸気蒸し。大分で食べなかったから。うん、マジで、うん、うまいね。うまっ。普通に蒸したのとさ全然一緒なのかと思ってたけどさ、ちょっとして香りがさ、するね。多分低温の蒸気でじっくりと蒸されてるからより美味しいんだ。いただきます。おいしい。うまい。うん、うまい。おいしいよね。うん、着いた。山水いいね。綺麗じゃん。綺麗。あ、いいね。お、綺麗だね。わ、久しぶりだね、家族湯入るのね、ニーヤ。ああ、家族湯大好きだもんね、ニーヤ。てめえだよ、毎回毎回。だっていいじゃん、一緒に入った方が楽しいじゃん。暇じゃん、一人で入ってる間。一人の時間の方がいいです。私さ、喋ってないとイライラしちゃうんだよね、なんか一人で。うん、とんでもない性格やな、お前。霧島温泉郷から40分ぐらい車で行ってきました。家族湯専門の温泉施設なんだよね。やった。おお、90分だって。すっごー。全部家族湯なんだ。めっちゃ綺麗。すいません。え、すごない？見てて。やばい。テレビついてんのやばい。テレビついてるの、やばいやばい。えぐー。すごい。うわ、最高。やばい。これで一番安い1800円のお風呂だよ。広いね。広い。石井もしっかり。やばい、早く入りたい。いて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 いいよ。
やばい、ちょうどいい。やばい、結構めっちゃいい。めっちゃいいね。いや、これ1800円は超安いわ。なんかさ、本当旅館のさ、お部屋についてるさ、お風呂のいいやつみたいな感じ。そうそうそう、すっげー高い部屋にさ、泊まるとこういうの部屋についてるよね。あ、ぬるぬるしてるね、ちょっと。そう、ちょっとトロトロしてるわ。黒み系、黒み系、気持ちいいね。気持ちいいね。いいね、気持ちいいね。やばい、なんか大分を思い出すね。大分思い出す毎日のように。毎回、毎動画で家族が入ったから、ちら上がさ、吹き抜けになってるからめっちゃ気持ちいいんだよね。そう、あー気持ちいい。あんま透明ですね。うわやばい、やばい、気持ちいい。最高。もう旅始めて俺温泉まで好きになったな。わかる、私も温泉ってそんなに俺行かなかったけど、いい温泉いっぱい入ったもん。ねえ、よかった。最高。マジで寝れんのよ。めっちゃ美味しそう。お風呂がいつ眠くなるよね。うん、これだ。どこどこ？あ、揚げたてや。目的地付近です。ルート案内を終了します。鹿児島といえばこれでしょ。ちっちゃい。あ、すごい、すごい、意外とちっちゃいんだ。一口サイズじゃんね。買えた。いろんな種類あるんだね。すごい種類あった。一口サイズでなりました。地鶏の原因、鶏刺しのテイクアウト専門店。わ、綺麗。すごい、すごい。こんにちは。おお、いい匂い。え、これで500円。これで500円。え、500円、安っ。やばくね。これ500円と、この皮も美味しいらしいよ。あ、美味しそう。一つずつ買えば安すぎるよ。すごいわ、500円。いや、多分うち鹿児島滞在中、鶏刺しは何度も食べると思う。何度も食べるな。絶対うまいもん。安定の酒屋。これめっちゃ綺麗。ただ軽いタイプがいいとおっしゃれば、そうですね、向こうにハヤトの心というのがあるんですけど、はいはい、あれは長男限定品です。少しずつ飲んでるおじいさんおばあさんが長生きなんです。なるほど、すげえ、すげえ。じゃあそれにしてみる。せっかくだったら。いや、いいお店来れたね。すげえ、いろいろ教えてくれた。すごいいろいろ教えてくれた、親切に。ここの町限定の心っていう。そう、隼人町限定、町内限定って言ってたよ。ね、飲みやすいんだって。よかったね。よかったね、来て。これも来てたから、ここでも買ってみます。たたきもも 200g ください。 200g、 はい、どうぞ。じゃん、うまそう。地鶏の原で買ってきた鶏刺しです。超うまそう。鹿児島って鶏刺し有名なんだね。知らなかったわ、鶏刺し。わかる、俺も知らなかった。視聴者さんから一番来たんだよね。うん、そうだよね。あとこれ、玄の鶏皮も買いました。うまいですね、間違いないです。生だよね。そう、生で鶏肉を食べるっていう文化がうちらにはないからさ。そう、鹿児島の独自だよね、これは。ちょっと不安だよね。三山の地鶏。そう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 、これも美味しそうじゃない。そう、これも視聴者さんからおすすめされたんだっけ。そう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 、帰りね、道の駅に向かってる途中にあったので、うん、買ってみて、これも食べ比べしたいと思います。はい、これか。揚げたて屋さんのさつま揚げ。もう鹿児島といえばさつま揚げじゃない。さつま揚げだね。私のイメージはもうこれなんだけど、うん、これも買いました。はい、割と一口サイズでいろんな種類があって、ね、好きなの選んできました。めっちゃ美味しそう。鹿児島スペシャルや。やばい、やったー。本日のお酒来ました。芋焼酎です。はい、心いいですね。これはさっきの行った酒屋さんの店主のおばあちゃんおすすめの焼酎を買いました。ドン、
かっこいい。デザインはこんな感じ。いいですね。隼人町限定のお酒で、しかも隼人町のスーパーとかディスカウントストアとかコンビニとかでの販売も許されてなくて、なるほど、もう隼人町の酒屋さんでしか買えない限定の芋焼酎らしいです。最高やん。飲みやすくて美味しいらしいよ。らしいね、うん、なんかにおい嗅いでみて。ああ、でもちょっと芋焼酎の香りはするけど、ね、するけど、するけど、でもそんなにつきつくないね、まあ、きつくはない全然。うん、じゃあとりあえずえっす、えっす。お、飲みやすい、飲みやすい、おいしい。え、全然違うんだけど、今まで飲んできた芋焼酎と。芋焼酎ちょっと苦手でさ、うん、うちら臭みがあるからね、独特な香りが、これは全然ない、うん。あ、でもカーッと熱くなる感じ。来るね。ストレートはきついね、うちらに。ストレートはちょっと俺早いわ。まだ赤ちゃんだからうちら。すいません、あのおばあちゃんはストレートでって言われたけど、ちょっと割りますか。はい。改めまして、じゃあ鹿児島2日目です。楽しみましょう。はい、乾杯。あー、美味しい。うまっ。うまっ。焼酎には甘い食べ物が合うって教えてくれたじゃん、さっきのおばあちゃんが。そうだね。だから九州の醤油は甘いんだって言ってたよ。言ってたね。うわ、うまそう。これね、玄のね、ニンニク醤油。あー、いいね。甘い醤油。めちゃくちゃうまい。マジで？やばい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 。歯ごたえがすごい。あー、やばい。芋焼酎とめっちゃ合う。やばい、超うまい。これ焼酎とめっちゃ相性いいわ。うわー、最高やん。止まんなくなりそう。じゃあ俺、三山の方行こうかな、うん。見てこれ。うわー、生生生生肉よ、それ。生肉。うわー、ちょっとドキドキするね。これもタレついてんだよね。うん、いただきます。うん、うまっ。ないよね、絶対うまいよね。うわ、これこれやばい、やばい、やばいよね。うまっ。うまくね、これさ、やばいやばい、これこれで500円、やばすぎる、やばすぎる。次元違うわ。待って、もしかしたら最強のおつまみかもしれん、これ。やばい、俺熊本の馬刺しと並ぶ最強のおつまみ見つけてるわ、これ。いや、うち宮崎の地鶏と並ぶって、全部九州全部九州、トップ3九州なの、もしかして。次いい？じゃあ、あ、チーズだ。さつま揚げ食べるよ。うん、超楽しみにしてた、鹿児島で。うん、うーん。おー、チーズ入ってる。おいしい。おいしそう。とろーっとチーズが出てきて、めっちゃおいしいわ、これ。どうですか、鹿児島グルメ。めっちゃうまい。特に鶏刺しだね。うん、うちこれ毎晩食べるんだ、もう決めた。もう決めた。うますぎる。本当にうまい。いろんなお店の鶏刺し食べようよ。そうだね。うん、いろいろ食べし、いろいろ食べ比べて1位決めよう。そうだね。うん、あー、もうマジで美味しい。やばいわ。やばい、もうやばいしか言ってない。うますぎる。うん、うん、うまー。全然違う、うん、店で全然違う。叩き美味しい。これやばくね、うん、明日も買おう、マジで絶対買う。鶏ってさ、生で提供基本ダメじゃん。あ、そっか。でもな、鹿児島県はなんかね、なんか独自のなんか企画みたいなの設けて、そこのライン突破してると提供できるんだって。鹿児島県独自なんだよ。じゃあマジで鹿児島でしか食べれないじゃん。そう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 、ね、やだ。やっぱ九州ってお肉美味しいんだな。九州来てから肉ばっかり食べてない？なんか肉で結構食らう、うまみたいなやつ。でもこうやって2つ食べ比べたら、豆はこっちの方が好きかも。俺も三山。俺も三山の方が好き。三山の鶏のたたきの方が好きかも。俺もうますぎる。まあ、ちょっと味付けも違うけど、うん、でもお肉自体も、うん、分かる。こっちの方がより生感があって美味しい。姉さん、おかわりいいですか？はい。珍しいお酒ですね。
あ、そうなんです。なんか今結構あの買い値は2000円ぐらいのお酒を、うん、5000円とかでデパートとかで売られてるらしいんですよね。あ、そういうのやっぱありますよね。なんかちょっと焼酎大好きなので私、そういうのすごい嫌なんですよ、うん、あ、なるほど、うん、ということでお会計8万円です。8万円でしたか。コーンって珍しくない？うん、すっげえ入ってるコーン。コーンぎっしり。あ、おいしい。甘い。このさ、なんか薄さとか、これなんか本当にさつま揚げって感じする。うちらの知ってるさつま揚げ。マミさつま揚げ好きだよな、うん、大好き。すっごい声。大好き。